届いた。はい、どうも皆さんこんにちは、スタジオ系のひらきです。ということですね、今回はですねちょっと商品のご提供いただきまして、こちらになりますね、マオノのダイナミックマイク HD300 シリーズっていうものになりますね。ご提供いただいたマオノ様、本当ありがとうございます。こちらね、マオノさんからいただいたメールなんですけど、突然のメールで恐縮ですがよろしくお願いいたします。マオノオーディオ製品会社の営業のヘイディと申します。YouTube で動画を見た時にあなたのチャンネルに出会い、とても興味深かったからです。とても素晴らしいだと感じて、動画の内容も魅力的なのでもっと深く起源を知りたいです。ちょうど弊社が HD300T ダイナミックマイクを推進しており、このマイクに興味があるのではないかと思い、このマイクをお試しいただき、あなたのチャンネルでレビュー動画を作成していただきたく、このメールを書いていますということでですね、まあ、マオノさんから直接ね商品をいただいたのでレビューしていこうと思うんですけど、商品の特徴なんですけど、こちらのマイクね、何がすごいかっていうとね、 USB とね XLR の両方の端子がねついてるってとこなんですよ。はい、でこれ何がすごいのかっていうと、要はマイクを買った時点でパソコンに直つなぎができるというね素晴らしい性能を持っております。さらにはヤマハの H03 とかね、そういったものにを通して音質をさらに向上させることも可能になっているので、初心者の方からね上級者の方までね全然買っていただけるようなマイクになってますね。そしてね、単一指向性の集音っていうのがありますので、まあ要はダイナミックマイクってことなんですけど、単純に言うとマイクの種類でですね、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクっていう2つの種類があるんですけども、まあ要はダイナミックマイクってどういった時に使うかというと、音楽でボーカリストの人が歌ってる時とかであったり、マイクの目の前の音だけ拾ってくれるっていうマイクになってますので、とてもね使い勝手のいい、ゲーム実況とか VTuber とかそういった人にはすごい向いてるんじゃないかなみたいな風に思いますね。やっぱダイナミックマイクってね、どんなところにも活用できるのかのでね、すごくいい製品だと思いますね。でこちらの方にね、CN0 のモニタリング機能っていうのがついておりまして、まあ何なのかというと、この後ろの小さな穴ですね、こちらからイヤホンさせていただいて自分の声をそのままモニタリングできるっていうね性能もついてまして、本当ねパソコン1台でこれ持っとけば最強なんじゃないかなっていう風に思うんですよ、っていうぐらいね、ついてる性能が素晴らしいものになりますね。本当ね、値段もね7000円ぐらいと結構高めなので、性能もすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、まあこれからね使っていこうと思うんですけど、あとね Windows、Mac、Linux とかね、どんな対応 OS にも対応できるって書いてあるので、本当になんかどんな人でもおすすめできるようなマイクになるんじゃないかなと思います。それではね、中身の方ちょっと開けていこうと思います。こちらになりますね。はい、まず説明書が一つと、XLR ケーブルが一本と、あとこの針金は何ですかね、ちょっとよくわかんないですけど、それと、あと棒ですかね、これは台座の棒ですかね。そしてマイク、こちらがマイクになりますね。オンオフボタンとプラスマイナスっていうボタンがついてますね。結構カチカチ言うんで、触ってる感覚はすごくありますね。そして下の段の方に行くと、こちらマイクガードですね。マイクガードもついてくるってすごいですね。そして下にあるのが土台と。なるほど。でこちらがマイクホルダーになりますね。こんなホルダー初めて見ましたね。ゴムで、ああなるほど、つけられるようになってるんですね。そして最後に出てきたのが、こちらが USB 端子になりますね。こちらで USB でパソコンにそのまま直接つなげるっていう感じですね。はい、ということでね、こんな感じに取り出してみます。実際に組み立ててみましょう。はい、ということで説明書開きながら、まずは台座の方にこちらをくっつけてきますと、ギュッと。なるほど。でこちらのマイクホルダーの方ですね、マイクホルダーをくっつけて、でここ伸びるんですね。あーなるほどね、高さの調節もできると、すごいじゃないですかこれ。でこちらがそのマオノさんのマイクになりますね。すごいですね、ちゃんと後ろにこちらが USB 端子と、こちらが XLR 端子で、こちらがイヤホンジャックになってますね。すごっ。これをこうして、で横のところオンオフレバーとプラスマイナスボタンがあるんですけど、ちょっと押しづらい。あーでもまあ上の方にやってれば、こちらそうですね、ちょっと横のボタンが押しづらかったかもしれないですね。はい、でこれからどうするかというと、こちらですね、こちらの針金がこちらのマイクガードの方とくっついて、でここの方に刺さっていくという風になってますね。完璧っすねこれ、形マジでいいな。いつでもこれがやっぱできるじゃん、スタンドとかついてるから全部。はい、ということで完成いたしました、こちらになりますね。すごい、いや重厚感があってすごくいいっすねこのマイク。でこちらの方にまずは USB
の方でね今回試していこうと思います。はい、ということでね、ちょっと私ね MacBook の最新のやつ使っちゃってるんで、もう USB-C しかないのでちょっとね切り替えケーブルさせていただきます。でこちら挿していただいた後にマイクを押すと、おつきましたね、ちゃんとついてます。こちらの後ろの方のイヤホンジャックをつなげると、でこれで自分の声がモニタリングできますね。あ、本当だ、すごいですね、ちゃんとモニタリングできてますね。いや結構声がなんかこもってるように聞こえちゃうのはあれなのかな、実際にはいい音なのかもしれないですけど、ちょっと収録ね今してるんでね、収録した時の音みたいなのを聞いていただければいいかなと思います。実際にね皆さんの声に届くっていうのはやっぱ収録した後の音になると思いますので、それでチェックしてみてくださいね。ということでね、こちらがダイナミックマイク HD300 シリーズを USB でつないだ時の音声になります。皆さんいかがでしょうかね。集音性を考えてちょっといろいろね動かしてみたりしようと思うんですけど、あーちょっとこうダイナミックマイクなんでね、やっぱねちょっとでもこう音が外れちゃうと声が聞き取りづらくなるのかなって感じなんで、本当に真正面に向けていただいてね、自分の口のところ元にマイクを持ってくみたいな感じで喋っていただくとね、すごく綺麗に音が入ってくので、まあ本当これ一台あればね、ちゃんとしたマイクでこういう風なライブ配信とかもねできるようになるので、すごくいいんじゃないかなって思います。はい、はい、ということですね、次はこちらですね、 XLR 端子を使って音の違いね調べていこうと思います。 XLR 端子の方をこちらの方につないでいただいて、AU-AG03 ですねの方につないでいただき、で AG03 のスイッチを入れて、でこちらパソコンの方につないでいただくと、はい、こちらはですねヤマハの AG03 っていうやつを通して実際にちょっとミキシングした音になりますね。はい、これのマイクね、やっぱその指向性のマイクなんで近づけるとね結構すごいいい音拾ってくれるんですけど、遠ざかっていくとねそんなにいい音拾ってくれないのかなみたいな感じですかね。機械通して初めてなんか特性が理解できるぐらいな感じになったんですけど、ちゃんと機材を通してねつなげさせていただいているので、例えばねこういったいきなりティリリリーみたいな音をつけたりとか、なんかいろいろね遊ぶことができるようになるんですけど、全然問題ないんじゃないかなって思います。はい、まあ、簡単にね自分のところで、まあ、音を変えたりすることができるようになるんですよ。なんでねこういった、まあ、裏技というかテクニックみたいなのもいろいろあるんですけど、やっぱりねこういう風な形にしとくととても綺麗な音がね鳴らせるってるんじゃないかなと思いますね。ねもう一個ね僕使ってるのあるんですけど、それがね 2,3,000円なんで、そっちとねちょっと比較してみてもいいんじゃないかなと思って、これからね比較してみようと思います。僕が持ってる実際のマイクでね比較させていただこうかなって思います。はい、ということですね、こちらが、いつも私が使っているマイクなんですけども、ベーリンガーさんのね、XM8500 ダイナミックマイクっていうものになってますね。まあ、こちらスタジオとかでもねよく使われてるマイクになってまして、まあ、価格も抑えめでねすごく扱いやすいみたいな、まあ、要はそのスタジオミュージシャンとかがよく使ってるマイクみたいなイメージなんですけど、まあ、これもダイナミックマイクって言ってね、要はこの真ん中から離れれば離れるほど声を拾ってくれなくなるっていうマイクなんですよ。なんでねゲーム実況するときはこう口元にピッてくっつけた状態で喋りながらやってるみたいな状況なんですけど、コンデンサーマイクとか使ってる人も結構多いとは思うんですけど、あちらね部屋の音全部拾っちゃうんですごくねやりづらいんですよね。エアコンのフーっていう音とか、あとなんだろう、飲み物のゴックンゴックンっていう音とかね、こういうマイクでしたらこういう風な形でね外していただいて、まあ、飲んでいただければそんなに音も響きませんし、あとねマノマさんの方についてたそのオンオフスイッチっていうのはあれすごく便利だなと思いましたね。マイクの手元でピッピッて変えられるっていうのはねやっぱすごく高得点なんじゃないかなって私は思いますね。で音も実際に今聞いてもらってるとは思うんですけど、こちらのマイクよりもこちらのねダイナミックマイクの方がね音が優れてるんじゃないかなって私は思いますね。実際ちょっとご提供していただいた時はね2500円のスタジオマイクって言われてるものを使っていたので、正直ねすごく本当いいと思いますね。こちらのマノマさんのマイク、ダイナミックマイクってやっぱり消耗品なのかなって僕思ってたんですけど、これだけ性能が良ければ全然初めての人でもありだなって思いますね。でもちろんねその上級者、まあいろいろね音とかいじってる人とかもね、こちらのねコンテンツ聞いていただいて実際にね音の比較とかしていただいた時にこっちの方がいいなって思われるのであれば、まあ本当おすすめかなって思いますね。
でまたねそのダイナミックモイク一切使ったことないよとかそういったものを持ったこともないですっていう人には間違いなくおすすめのマイクですね。パソコン1台あればねそのまま挿してね使えるので、まあ、ただちょっとあの音の関係がどのぐらいのレベルを求めるのかっていうところなんですけど、まあ、やっぱり配信してるっていうのはやっぱ最終的にすごく人に聞いてもらいたいとかあの見てもらいたいっていう気持ちが強い表れで起きてるとは思うので、まあ、そういう思いがあると思うのでやっぱりなるべくね良い作品を作りたいなって思うのが根本にあるんじゃないかなっていうところでね今回こちらのマイクの方を紹介させていただきました。いや本当思ってる以上にいい音が出てるんじゃないかなって撮れてるんじゃないかなって私は思います。はい、といったところでね今回はこの辺にいたしましょう。ダイナミックマイクですね HD300 シリーズっていうものをねご紹介させていただきました。ご提供いただきありがとうございます。今後ともねこういった形でねお仕事の依頼とかも受け付けておりますのでもしね商品紹介こんな形で良ければやってもらいたいっていう人がいればね商品のご提供だけで受け付けております。はい、ちょっとあの登録者数が増えてきたらもしかしたらねあのお金かかるかもしれないんですけどもぜひねそういった方いらっしゃいましたらご活用いただければと思います。といったところでね今回はもうダイナミック USB XLR マイクロフォンということで HD300 シリーズをご紹介させていただきました。面白いと思っていただければね高評価とチャンネル登録お願いいたします。またねあのこちらの商品ね概要欄の方にもね貼っておりますのでもしね欲しいなって方がいればそちらからご購入していただければと思います。またねコメントの方でねあのどのマイクが良かったよみたいなね感じで教えていただければねあの今後の撮影の参考にさせていただこうと思いますのでぜひねコメント残してってくださいね。またね不定期でね配信しておりますのであのもしよければ通知のベルボタンものプッシュもお願いいたします。邪魔にならない程度に通知が行くとは思いますのでぜひねよろしくお願いいたします。またコメントの方でねなんかこういったものを扱ってほしいとかこういったものを調べてほしいとかねなんかタバコに関してとかゲームに関してでもいいですけど私に関してもいいですけど、まあ、何でもね受け付けておりますのでぜひねコメントの方お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それじゃあまたね、おやすみなさい。報酬は入社後栄光線で東京はアイセド何にもないリーケン62をちょうだい19万も持っていないお茶の水